ヤッホー、さくらです。はい、今回はですね、カンコレの接客動画を撮っていきたいと思います。はい、今日はカンコレ当日じゃなくて前日なんですけど、長崎でお仕事してたので、長崎から大阪へ今から向かっていきたいと思います。ということで、レッツゴー。はい、ということで、もう大阪夕方ぐらいに着いて、もう夜なんですけど、いつもより早めにメイク落として、こう肌のもうね、パックとかもしちゃって、肌の治安を明日良くするためにちょっと最善を尽くしました。でも小顔マッサージとかちゃんとしましたね。むくみとかが朝すごいので、でもちょっと朝早いんですよ。だからむくみがちゃんと取れるように寝る前水を飲みすぎないとかして、あと温泉ついてるんですけど、温泉も入ってきました。温泉前にめっちゃ水を飲ん で汗を流して、でちょっとだけ飲んで、あの寝る前は飲みすぎないようにしないと朝パンパンにむくんじゃうので、保湿もしっかりした。でやっぱりちょっとモデルさんとかたくさん美しい方がいらっしゃって、顔のでかさが目立つので、なんかみんなからおすすめしてもらった顔痩せ方法を、それをね全部見ながら小顔マッサージとかしました。明日はね 100% の自分でステージを歩きたいので、はい、今日は早めに寝たいと思います。予定12時ぐらいなんですけど、ちょっと早めに寝て明日寝坊しないようにしていきたいと思います。ということで、明日に向けていい夢を見ます。おやすみなさい。バイバイ。はい、ということで、朝無事起きれました。まあ当たり前なんですけど準備万端なので、今から京セラドームの方へ向かっていきたいと思います。なんかこう、なんかね、昨日とかまで全然ドキドキしてなかったんですけど、京セラドームに向かうってなるとちょっと実感が湧いてきて、ちょっとドキドキするんですけど、はい、頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。どーん。はい、ということでですね、まず一つ目のステージがシンさんのステージだったんですけど、この時の私の緊張ぶりをぜひご覧ください。あ、緊張してるんですけど、全然堂々として余裕ですよ私みたいな表情してるんですけど、足ガクガクです。ステージ横ではね、結構足ガクガクでしたね。モデルレッスンとかで習ったこととかを活かして頑張りました。ほんとこのステージ歩いてる瞬間めっちゃ楽しいんですよ。はい、ということで、まず一つ目のステージは終わりました。まず一つ目の新ステージ、はい、終わりました。ありました。ゆなさんの前でした。サクティンの後でした。どうでしたか？サクティンがやっぱりかっこよかったですね。いやいや、そんな背中が、まあ、たくましいというか、ちっちゃいならではのたくましさ。いや、先輩の最初私が出るとき頑張れって言ってくださったじゃないですか。やっぱりちょっとなんかいやそれこれやってないです。いや、ちょっと緊張してたんですけど、助けしていただきましたね。してはないですけどね。カットでありがとうございます。大丈夫です。はい、ということでですね、続いてのあの出番がですね、ゆなさんとなんかトークのシーンだったんですけど、これはゆなさんと本当に仲いいのか、お互いのことをどれだけ知ってるかみたいな、まあ、クイズ式のトークだったんですけど、クイズ式のトーク言い方ちょっとあれなんですけども、クイズしてたんですけど、見てくださった方は分かると思うんですけど、結構緊張ではありましたね。これはノアも参戦して写真撮ってるところですね。みんなで仲良し小良しです。でも私たちはもう本当にモデルさんたちが本当に可愛すぎて、もう2人でもずっと可愛いって言ってましたね。この時2人でちょっと病んでましたこの時。はい、続いてはですね、バンヨンさんのチャンネルの方へね、ちょっと出させていただいたんですけど、ちょっと内容の方はぜひバンヨンさんのチャンネルにてぜひぜひご覧ください。結構楽しかったですね。ユンちゃんとは本当に何年か前、本当に
4年前とかバズライドで話した以来しっかり喋ったのは本当に久々だったのですごい嬉しかったです。バンビ君は初めましてでした優しいお兄さんお姉さんみたいな感じですね。すごく優しくて面白かったです。はい、ということで2つ目のステージ終わりました。こんにちは、未来です。横田未来です。未来とフィナーレまで時間があるので待っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということでこれはねエンディングですね。フィナーレグランドステージなんですけど、後ろの2人うるさいウイとミライと歩きました。すごい元気でしたね。ほんとこの時ねめっちゃ楽しいんですよ。ファンの子と目が合ったり、うちわを見つけた時の嬉しさはほんとね余韻がたまりませんね。じゃあ終わりが、はい、ということで昨日帰ってもうグダグダでいつ寝たか記憶ないぐらい疲れてたんですけど、一泊してちょっと寝れて今から東京へ戻っていきたいと思います。なんかステージが広すぎたのか足がめちゃくちゃ筋肉痛で、正直体バキバキなんですけど、今から無事東京行きの新幹線乗っていきたいと思います。気をつけて帰っていきます。バイバイ大阪。チャベリグ、はい、ということでカンコレ終わって無事東京へ着きました。というかもう家でお風呂入って顔がやばかったのでマスクをしたんですけど、とにかく長崎からの4泊5日の長旅でお仕事だったので疲れたんですけど、もうなかなかこういうことはないのですっごく楽しかったし、本当にカンコレのステージ歩いてる時なんかもう本当に言葉で表せないぐらい楽しくて、で自分のうちわとか見つけた瞬間本当になんか生きててよかったなって、頑張ってよかったなって思える瞬間でした。本当にありがとうございました。あとね LINE ライブとかをずっと見て画面録画してストーリーとかインスタの投稿とか TikTok とかメンションしてくれたりするのもすっごく嬉しかったです。また次回も呼んでいただけるように、自分の練習とかモデルさんとしてもインフルエンサーとしてももっともっと頑張ります。ということで、すっごいところどころのね動画ばっかりだったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。じゃあ、まりくん。